雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話、荒木健太郎の新刊がですね、皆さん、もう昨日の投稿見られた方も増えてると思いますが、なんと増刷が決まりました。発売4日目にして増刷ですよ。驚異的な、反響で素晴らしいです。おめでとうございます。それでですね、つまり増刷ということは第2版が発行されるということになりますけど、その時にですね、実は、修正がちょっと入ると、本当に内容としてはですね、ほとんど完成度が高いのでちょっとした修正だけですけど、ぜひですね、今まで貢献してくださった方、感想を書いてくれた人ですとか、コメントを彼にね、送ってくれた方はですね、第2版には後書きのページがですね、あるんですよ。でそこにすでに載ってる方も結構おられるんですけど、実は本当に ものすごいたくさんいらっしゃるんで、載ってない方もたくさんいらっしゃいます。でその方はですね、ぜひスペシャルサンクスということで、ここにですね、リストしたいと、ぜひ掲載させていただきたいというふうに、荒木さんが言ってるんで、ぜひですね、過去 Facebook で投稿したリンクとか、Amazon にこんなレビュー書きましたよとかですね、あとはありますかね、どこでもいいんですけど、ブログでも何でも結構ですけど、こんな感想を送りましたっていう確認をですね、ぜひ彼にメッセージしてあげてください。で、お名前掲載させていただける方はですね、お名前間違うといけないので、漢字のお名前をぜひ最終確認ということで送ってあげてください。で、期限がですね、ちょっと急ぎまして4月2日になります。4月2日までです。ですので、もうすでにね、感想を彼に送ってる方はすぐだと思うんですけど、あとですね、実はまだ買ってないという方もですね、この Facebook ページありますね。ここにいいねしていただくと、先読みキャンペーンで送られてた原稿全文です。完成版ではないんですけど、全文の PDF がですね、荒研から直接送られてきますんで、それについて感想を書いていただくだけでも、ここに載せさせていただきたいという意向ですので、ぜひね、まだ、この荒研の Facebook ページ、本のね、Facebook ページ、まだいいねしてないという人はですね、リンク貼っときますんで、この動画の下のリンクからですね、いいねしてあげて、で、先読み原稿を、よかったらね、読んであげて、本当にね、さっと読めるし、読みたいところを読んでね、素直に感じたことを書いていただければ、それでいいと思います。全部読み切って、逐一コメントするとか、そういう、ことじゃなくて、こういう雰囲気の本なんだと。キャラクターだけじゃないんですよね、この本の中身って。目次だけ見てもらってもね、この本の面白さってのはものすごくよくわかると思いますし、空の写真なんかもですね、ものすごい豊富ですから、どこの入り口でも結構ですけど、この本の印象ですとか、感想ですとか、彼にですね、ぜひ、コメントを送ってあげてください。で、Facebook、の記事として、例えばこの本の写真を投稿して、それにちょっと感想をつけてあげるなんていうのがね、一番喜ばれると思います。で、もし、まだ買ってないという人もですね、何らか、例えば Amazon のページを紹介してあげるとか、この Facebook ページのですね、どれか気に入ったものをシェアして、で、それに感想をつけるとかですね、何でも結構ですけど、そういった形で、で、そうすると、荒研から、確認がいくと思いますので。で、ぜひね、荒研ともその機会にね、まだ友達になってない人は、ぜひ友達になって、彼のボールもね、素晴らしいと、毎日されてますんで、ぜひお役に立ちますから、彼にね、感想、コメント、タグ付けして送ってあげてください。ということでですね、7月2日まで、という、短い期間ですけど、こんなチャンス、ほんとね、滅多にないことなんで、
ね、あの、Facebook ページにいいねして、ただで先読み原稿をもらって、ちょっと印象を書くというだけで、本人、名前が載ると。で、しかもこれ本当にね、多分もう、気象学においては歴史的な本になると思います。間違いなく。一般気象学っていうバイブルがあるんですけど、それをですね、もう完全に、なんていうか、一般のどんな人にでも、あらゆる人に届けられる、形で伝える本になってますんで、で、まあ、これがね、アラケンの思いとしては本当に、これが本当に全国の人に広まれば、気象災害っていうのを確実に減らせると。本当に、それは僕もそう思いますし、その思いね、ぜひ答えてあげたい。本当、ちょっとでいいんで、いいねのワンクリックして、一言添えてあげてください。ということで、協力よろしくお願いします。それでは。